ウェブスター大辞典の広告ウェブスター辞典とは19世紀初頭にノア・ウェブスターが初めて編纂した一連の辞典。彼の名声にあやかり、その名を冠した無関係の辞典を指す場合もある。アメリカ英語の形成詞を探る上で非常に貴重で、あるのみならず英語辞典の代名詞としても名高い。ノア・ウェブスター当時アメリカ国内の市場を席巻していた。 特本や鉄字教本の作者であるノアウェブスターは、辞典編纂にあたり数十年にわたる調査を実施。1806年に、初の辞典、官名英語辞典を上司することとなるが、アメリカ式綴りのほか、文学に限らず芸術並びに科学関係の術語も収録するなど、その後の辞典の原型となる特徴を有していた。1828年4月14日には、 当時70歳のウェイブスターが7万に及ぶ見出し号を収めた2巻組のアメリカ英語辞典を上司。初版は2巻で20ドル2500部のみの発行であった。比較的高価であったため売れ行きはかんばしくなく、原本が出版社にある以外は詳しい所在がわかっていない。第1冊当時82歳のウェイブスターは1841年。 息子のウィリアム・ジー・ウェブスターの支援を得て、エイダルの改訂増法版を世に出す。初版に収録されている。出版社はニューヘイブンの BL ハムレンであった。1844年版ウェイブスターが他界すると、相続人が1841年改訂版の未成本文をマサチューセッツ州アマーストの JS&C アダムス社に売却。同社は1844年。 少数ながら製本、発行を手掛けた。しかし、価格が15ドルと、あまりに高価だったため売れず、売却を決断するに至った。結局、マサチューセッツ州、スプリングフィールドのジョージチャールズ・メリアム社が、JS&C ・ C、アダムス社から諸権利を買収。エミリー・ディキンソンが試作の際用いたことでも知られ、その生涯と作品を読み解く上で必須とされてきた。長年にわたり、 唯一の仲間と評したためである。ある電気作家に至っては、彼女にとって辞典は、ただの参考書ではなく、牧師の秘書として読んでいたのである。隅から隅まで、ページというページを、ひたすらとまで言わしめている。1845年版、第2版第3冊が1845年に、刊行されるが、メリアム版としては、初のウェブスター辞典であった。 ジルレポアは2008年、ウェブスターの言語や政治についての革新的な考えを明らかにしつつも、なぜ、ウェブスターの努力が当初は実を結ばなかったのかを検証。文化保守主義的なフェデラリストからは一連の辞書を、定続でさえあるとして非難され、一方、ウェブスターの旧敵であるジェファソン民主主義者からも攻撃されていたのが理由とした。とはいえ、建国当初で不安定な、 アメリカ人の社会政治的、文化的アイデンティティを捉え直す上で重要とされるのは間違いない。例えば、エイダル初版には辞書局や公共地主要検証といったアメリカ特有の用語が収録されているほか、ベンジャミン・フランクリンやジョージ・ワシントンらからの引用があるようにイギリス英語との差別化を図っていったのである。自らの事業を国家語の形成と定義づけることにより、 歴史的条件に規定されつつも、規則性や革新への情熱を示したことからもわかるで、あろう。その矛盾は自由と秩序との狭間で、より広範な弁償法的役割を果たしたのかも、しれない。ウェブスターの助手を務めた後、主たる競合相手となるジョセフ・ウスターや、ウェブスターの娘婿にあたるイェール大学教授の、チャン・シー、A ・ゴールドリッチは1829年、 エイダル初版の小録を本人に無断で出版。出典が皆無という違いはあれど、収録語数や定義まで一緒であった。皮肉なことに、原本よりも大いに売れ、版を重ねたものの、当然のことながら、ウェブスターの怒りを買うところとなる。業者はこれに懲りず、エイダル1844年版の小録を同年に、ニューヨークのハーパーブラザーズ社から出版。上述の通り、 1843年にウェブスターが他界するとゴールドリッチを雇っていたメリアム兄弟が売れ残りや著作権に至る諸権利は元よりウェブスターの名を買い取っている。改訂版を盗み見ていたゴールドリッチは1847年9月24日に新改訂版を1859年には改訂増補版をそれぞれ刊行。作品にイラストを追加した改訂版は ウェブスター辞典にそっくりであった。グラス号のブラッキーソン社は1850年、イラストをメインに据えた英語辞典を発行。原点のほとんどはウェブスター辞典によっており、機械のイラストに技術用語をいくつか追加した程度である。ジョセフ・ウスターが1860年に革新的な辞典を刊行すると、ジョージア、イエール大学の編集者であるノアポーターが編纂にあたり、 11万4000項目を収録。同書は、ドイツの哲学者、カール・アウグスト・フリードリヒ・マーンが中心となり、改定を行ったため、ウェブスター・マーン版ンとも呼ばれるが、これまでのウェブスター辞典を総点検した、初の大辞典であった。なお、マーンはこれまで、ウェブスター辞典が依拠していた、聖書による語源の解釈を排除している。百七十九年に千六百語以上もの、 新語や9700名以上もの著名人を収めた付録のほか1884年には発音作品を収録した保養発行。後にオックスフォード英語辞典に携わる歴史家の KM エリザベス・マレーは、1864年の大辞典が国際的な名声を得た。他のいかなる辞典を模凌駕するようになり、英米のみならず、 極東においても語義に関する権威にまで上り詰めたとしている。ウェブスター国際時点の広告ポーターは1890年17万5000項目を収録したウェブスター国際英語時点の編纂にも当たっており、1900年には2万5000項目を追加した付録とともに再販。1909年、メリアム社はウィリアム・トリー・ハリス、 カイスター・ジェス・アレンの両名が編纂を行ったウェブスター新国際害辞典を刊行。収録項目は40万以上、イラストも倍増という充実ぶりであった。1934年には新国際辞典第2版が刊行、そのような名称で出版されてはいないもののウェブスター第2版として広く知られることとなった。ウィリアム・アラン・ニールソン。 トマス・ウェイ・ノットの両名が編纂しており、3350ページ、価格は39ドル50セントであった。戦死時代から現在までの年表を付した参照世界史と呼ばれる400ページの付録が追加された版もある。当時の他のいかなる時点よりも多い60万以上もの項目を主張する編集者がいるものの、多くの専門用語のほか、 新しく追加された定義が半然としない組み合わせ後の一覧も含めたものとみられる。多義語が年代順に記されており、例えば、飢餓の最初の定義は、食物の欠如のみならず、暴風雨にさらされて死ぬことをも意味していた。その形式や、この範囲へ、ウェブスター第二版は未だ一般的な辞書として名高い。例えば、低アルコールやライトビールといった商標をめぐって争われた、 ミラー醸造株式会社とヒールマン醸造株式会社との裁判において、アメリカコース裁判所が参照したほどである。10年にわたる準備を経て、新たに、ウェブスター新国際大辞典第3版を1961年9月に、刊行。フィリップ・バブコックゴー部と、辞書編集者のチームが編纂しており、かかった費用は350万ドルであった。 新たに追加された10万項目以上を含む45万以上もの項目のほか、以前の版に掲載されていた項目にも新たな意味を追加。しかし、かつてないほどの外白な知識を投入したにもかかわらず、記述をめぐって少なからぬ批判を弱気してしまった。その言葉が、いかがに使われるべきかではなく、いかがに使われていたのかを記していたのである。 なお1961年の観光以降、本文は事実上改定されていない。ウェブスター大辞典第3版刊行に先立ち、最小限の削除を実施。合部は10万にも上る信号を掲載するため、すべての固有名詞をはじめ、百科辞典に載せる方がふさわしい、非辞書的な25万項目を完全に削除したので、ある。神話や聖書に出てくるような架空の名称。 建築物や歴史上の出来事、芸術作品名は削除され、合わせて30点の写真も削除している。また、200年以上にわたり、事実上使われていない単語や説明を要さない、組み合わせ語のほか、一般の読者には対して価値がないと思われる項目も、外された。イラストの数が減らされたほか、活字のポイントも6ポイントから、アゲートタイプに変更。これらは皆、 大量の情報を裁くためには必須と考えられており、ウェブスター第3版の製本がほぼ限界にまで達していることを示している。ページ数が700弱となったという事実は、将来追加する項目に残しておく、必要性を改めて知らしめる結果となった。様式や方法論においても、これまでの版から大きく変更。 見出し語が大文字から始められなくなったのであるや当時後、商標は除く。イギリス国内では、第3版についての評価がすこぶる良好で、驚くほど水準が高く、学識や正確さにおいては、随一との認識で一致。中津区辞書編集者のロバート・チャップマンは、3年間に、わたり毎日利用していたという。ただ、活字が小さすぎて読めない。 大文字を使っていないのみ大文字から始めているのは、なぜなのか、正当な言語を綴りミスとしていたり、あまりにも多くの背後を切り捨てている、といった批判も少なくなかった。いずれにせよ、チャップマンは、我々へ、第二版にしがみつくべしと忠告する変人や頑固者が、いるとすれば、それは偉大な本の豊かさを自ら否定する、ただの馬鹿者に過ぎないと締めくくっている。 アメリカ合衆国においても評価は同様で、2冊の著名なスタイルガイドはこの辞書を基準に据えるケースが多い。シカゴスタイルマニュアルは一般的な綴りを知るにはメリアム・ウェブスター大学辞典と並んでウェブスター第3版を推奨。国内のほとんどの新聞社が用いる、A、AP 通信スタイルブックはこの本にもウェブスター新世界辞典にも載っていなければ、 ウェブスター第3版にあたるよう紹介している。寛容性ウェブスター第3版は1960年代初頭、本来の英語を伝えていないとして、その寛容性が非難に直面、文化戦争の端緒を開く。保守派が第2版の時とは異なり、寛容社会なり、権威の失墜なりの象徴とみなしたのである。歴史家のハーバート・モートンは、 ウェブスター第2版は尊敬を通り越していた。語彙や用法に関する絶対的な権威として受け入れられ、アメリカ国内でも事実上不動の地位にあった。保守派を挑発することもなかったと、懐述している。標準的な英語を擁護したがらないという批判に、関しては、例えば、交語、正しい、誤り、適切、不適切、無別語といった表示を全面的に削除。 合部は特定の価値判断ではなく、言語をありのままに記述する、典型的な記述言語学によっていた。それこデビッド・エム・グリクソンからは、合部は最高権威の玉座から降りてしまっていると、揶揄されてしまう。ジャック・バーザンに至っては、辞典編集の限界を大きく超える。これまで政党が発表してきた最長の政治的パンフレットとまで言わしめている。エイントという表現をめぐって、 非標準的用法である永遠との扱いをめぐっては、英語教師による批判を無視したため、特に軽蔑の的となった。当該項目における、好ましくないとするものは多く、教養のない話し言葉で見られつつあるが、アメリカのほぼ全域において、教養のある話し手が口語として用いているという、記述が非難を浴びたのである。グローブメールは、適切な英語は俗物のみのものということを、 暗示していると論じたほか、ニューヨークタイムズも、ウェブスター辞典が、地方を固めつつある自由法人主義的な学校に、屈してしまったのは明らかである。良い英語は何でも一般に受け入れられているという、見解を強化しており、英語の悪化に拍車がかかるかもしれないとまで論評。こうした、本辞典の批判の中から、アメリカ遺産英語辞典が発刊 専門家が500もの用法を得りすぐってはいるが、無視する編集者は多いという。第3版の刊行以降、メディアムウェブスター社は改定を若干施したのみで版を重ねている。新語の追加に関しては1966年に付録を設けており、以後1971年、1976年、1981年、 1986年、1993年、そして2002年に増歩版を刊行していった。ただ、過去数百年と比べ追加率が大幅に低下している。メディアムウェブスター社のスタッフは2008年以降、完全版、第4版の制作に取り掛かってはいるものの、刊行日は未定。2000年、全文の多数百項目もの新語、定義を収録した CD ロム版が、 メディアムウェブスター社から発売。パッケージは紙版と同様である。メディアムウェブスター社は1898年に大学辞典を発刊。同シリーズは現在まで11版を数えるに至る。もともとは1890年にウェブスター国際辞典を刊行後、2巻組の大学版が完全版の小録として発行されたものであって、一般書店だけでなく大学内書店で、 比較的安価に販売してきた。1985年刊行の第9版は、新国際時点第3版の単なる小録にとどまらず、いくつかの変更点があるためべっこの存在たらしめている。最大の変更点は、どの語にも初出の日付を記していることであろう。2003年刊行の第11版は22万5000以上もの定義。 16万5000以上もの項目を収録。端末にアブリビシャンズがあり、ホーリンワーズアンドフレージズ、バイアグラフクカルネームズ、ジオグラフィカルネームズには、米国英語式の発音も示されている。A ハンドブックオブスタイルには、米国英語のスタイルガイドもあり、アメリカ国内では進歩する編集者が多い。シカゴスタイルマニュアルは、一般的な綴りなどを知る。 情報源としてこの辞書を挙げている。以前にあったコモンイングリッシュファーストネームズでは、例えば、ロバートは愛称でボブ、ボビー、ボビー、ロブ、ロビーなどと変化する様がわかったが、米国ではこうしたユダヤギリシャ、北欧系の名前から世界の様々な名前が使われてきたので、最近版では省略されている。世紀末以降、ウェブスター名義の辞典が、 本人に無断でメディアムウェブスター社以外から観光。ウェブスター辞典の改訂版に過ぎないものもいくつかあるが、その一つがウェブスター帝国辞典であった。ジョン・オギルビーの帝国英語辞典を元にしており、それ自体はノア・ウェブスターのアメリカ英語辞典の発展版とされている。メディアムウェブスター社が法的措置を講じるも、アメリカの裁判所は1908年までに、 1889年に完全版を刊行した時点でパブリックドメインが生じていると採定。加えて1917年にはノア・ウェブスターが1806年に刊行した辞書の著作権が消滅した1834年にパブリックドメインが生じているとの判断を下した。そのため、ウェブスター時点は商標の普通名称化がなっており、 他者が自らの作品にその名称を自由に使えるようになる。次来、ウェブスターの名称を目にする機会が大幅に増加。メリアム・ウェブスター社はかなりの板で多い、時点の購入者に我こそが元祖ウェブスター時点であるとわざわざ言わなければならないありさまであった。しかし、問題はより複雑である。20世紀にはウェブスター新ユニバーサル辞典のようなヒメリアム版の中に 現代のメディアムウェブスター版よりもウェブスター時点に近いものが少なくない状況が生じた。確かにユニバーサル版は改定を最小限に止めているため時代遅れも甚だしい一方でメディアムウェブスター社の改定版は年を追うごとに初版と共通するところを持たなくなった。だがメディアムウェブスター版は英語を変わり続けるタペストリーとみなしたノアウェブスターの 考えを忠実に守ってはいる。ウェブスターの名を冠した辞典があまりにも多いため、もはや特定のブランドを意味するものではなくなってしまったが、その名を信頼する人は多い。近年では、ウェブスターの名を冠しながらも、直接には関係がない巧妙な辞書さえあり、混乱を招いている。ランダムハウス社のランダムハウス辞典は現在、ランダムハウスウェブスター辞典と呼ばれているほか マイクロソフト社のエンカルタ世界英語辞典は現在、エンカルタウェブスター辞典の別名がある。ウェブスターオンライン辞書ロゼッタ版も、メリアムウェブスターオンライン版と関係はない。こちらは、フィリップ・エム・パーカーが多言語のオンライン辞書として、1999年に開発したものである。ウェブスター改定大辞典やウィクショナリー、ウィキペディアなど各種オンライン辞書、百科辞典を収録。 エイダル初版は以下のオンライン版から検索が可能。ジャベ版は以下のインターネットアーカイブで閲覧できる。ノア・ウェブスターが生前最後に観光、エドワード・ディキンソンが愛用していたものと同じ版のエイダルはノア・ウェブスターズ S ・ファイナル1841エディションオン・ザ・エミリー・ディキンソンサイトで閲覧可能。 1900年のウェブスター国際辞典は1913年にウェブスター改定大辞典と名を改めているが、著作権がすでに消滅し、パブリックドメインとなっているため、現在でも以下に掲げるサイトにて利用されている。大学辞典1961年版や1913年の完全版は以下の検索エンジンで検索。情景のオフライン版は以下のサイトに掲載。 メディアムウェブスター大学辞典の最新版は以下に掲げる同社のサイトから検索ができる。なお、最新の新国際辞典第3版も利用は可能だが、有料となっているので注意。福沢諭吉は1860年間理丸で、渡米の際、中浜万次郎と一冊ずつ購入した。ウェブスター辞典輸入第1号を持参する旨が、福王辞典に見られる。ありがとうございます。